えんトモヤええこんばんはこんばんはどうしたの珍しいじゃんこんばんはこんばんは鏡じゃないよ <laughs> いつもさインライト始める前さ何秒かだけ「確認中です」っていうのがこう出るのその間にやってますけどね 何待ってるのあ待ってないですよ友也はいはいチェストチェストじゃないのよあとその始まった瞬間にすぐ見るのすごいね逆に待ってたとしか言いようがないけどねうん待ってたんですねおはようございますこんばんは部屋着ですか、うん、めっちゃシャツ全然部屋着じゃない鹿児島のうですあれれ寝癖寝癖じゃないよ ちゃんとセットしましまたからバッキバキですさあちょっとだけ早いかないつもよりはうん割と定期的に配信できてて僕は嬉しいですねうんセンター分けいいねそうなんですよねちょっともう皆さんに見慣れていただきたいいるんですよあのどっちも下ろしてる 方がいい分けてる方がいい、まあ、どっちも僕なんでね、まあ、ちょっとどっちも好きになっていただきたいなっていうのは思いますけど <laughs> 何飲んでるのこれコーヒーですねあの琉球グラスあちょっともう真っ黒だから分かんないけど琉球グラスに入れてコーヒーを飲んでますはいおしゃれ彫りの深さが際立ってて素敵ありがとうございます

っっててことでやっていきます今日の質問テーマこれっってて私だけっていうね、まあ、今回こちらで募集させていただきまして皆さんが思う「あのえこれって私だけなの?」っていうこと結構あると思うんですよあの僕だったらあのまあこれ方言だからあれなんですけどあのリュックとかを「背負う」って言わないんですよ「からう」って言うんですよ でこう方言なんですけど東京に来て「えー、これって私だけなんだ」ってもうそのルーツすぎてもうそれはもう自分はそうだったんですけどそういうね皆さんのこう日常生活の中でこう家庭の中では当たり前だったけど別では違ったみたいなこととかねそういうのも募集していますっていうことでえー、本日の一発目えー、これって私だけメロンにマヨネーズ 君だけだね絶対に君だけうんメロンにマヨネーズはかけないよあとその果物にかけないよそもそもうんいやちょっとメロンにマヨネーズ味が想像つかんな辛う福岡でもいますあ九州ではそうなんだなるほどねうんうんうんインライン見ながら友達と全力で手振ってるから振り返して見てもう手がさほら プロペラみたいになってもどっちに向いてるのか分かんないでしょどっち方向に動いてるのかすごいでしょ手首の負担がでかいですメロンにマヨネーズはマジでねそうなんでかけようと思ったんって本当にそうだと思うわびっくりだわマジでびっくりびっくりびっくり本当にびっくりマ、ま、ンえー、試着せずに服を購入なんでえその通販とかだったら分かるんですよ、まあ、僕も今日もちろんやったあフォローありがとうございますあの今日もね通販でその靴を 買った時はままあまあそれは試着できなかったでも僕はその日本にある店舗のそのサイズ感で測ってあこれならまあ大丈夫かっていうので買いましたけど試着せずに服購入はなんであるあるなのわかるああそうえー、俺絶対するわえ女性の服ってサイズ F が多いのフリーみたいな メンズはさもう絶対123とかそのサイズがあるじゃん SML とかあフォローありがとうございます試着めんどいあめんどいんだ賭けだね賭けんなああーなるほどねああ一か八かだねあ試着めんどくさいっていう人いるんだ結構あえフリーが多いからフリー多いねへえ た買ったら合うよああまあまあサイズ分かれてるものもあるんだなるほどねはいはいはいいやでも絶対服は試着した方がいいよなんかパッて見て可愛いと思ってもパッて着てさあなんかちょっ何か竹缶気になるいらねえなとか思ったら絶対着なくなるでしょで服ないとか言うんでしょ絶対試着した方がいいよ一生着ると思って大げさだけど <laughs> 服は M 買っとけば丸 <laughs> 確かに試着好きなんかねいいよねこれどうかなって一番ドキドキする瞬間でもあるからねわかるわかるさあ次起きてる時でもたまに夢に入るあええ <laughs> えど,どういうことえてててやってて ワンワンワン,ワンワンワンってことええー、<laughs> どういうことなんでさあ次納豆はお茶碗一杯に二パックいやいややんないやんないやんない大好きじゃんえ納豆大好きな人しかやんないでしょそれえ絶対一パックに月一杯だろええー 珍しいね納豆大好きっ子くんなんだねいいねでこれもねびっくりしたそれ妄想じゃないのあー妄想かその夢起きてる時でも入るってこと妄想かそういうことかあフォローありがとうございますえー、これもね信じらんなかったんだけどそうめんはオーロラソースで食べるえー オーロラソースってあのさ、まあ、言って前はなんかケチャップとマヨネーズ混ぜたみたいなピンクピンクオレンジみたいな色のやつでしょあれにそうめんつけるえどういうことええー、味の想像がつかんし絶対和じゃないよね味ええー、マジで言ってるオーロラソースで食べるなんかどっかでハマったのかな聞いたことないわ私 豆腐に納豆かけるよ。かけるね。うん。キムチも入れる。パスタやん。だパスタやん。そうよね。パスタかな <laughs> パスタかは分かんないけど、ほぼパスタみたいな味わいになっちゃうよね。ええー。分かんない。ちょっと気になるけど。高知県はチキン南蛮にはオーロラソースだよ。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。嘘嘘,嘘嘘嘘嘘嘘。タルタルソースでしょ。ええー マジで言ってるへえ<ー>納豆パスタおすすめあ,あまあうまそううまそうミルク関係のこと送っちゃったんですけど読んでくれない感じですかねあちょっとねまあ本日もたくさん質問いただきまして、えー、見えるのにだからまあそうですね340分、えー、もう本当にもうフラッシュ暗算ぐらいパパパパパパパってうんって見ても 今回27件しかあのまとめて27件しか出せなかったんであのちょっとハマってるかわかんないですけど見ていただければと思いますパスタと同じぐらいジントくんのこと好き、うん、ちょっとそのパスタ好きな度合いが分からんからな一生パスタでいいですぐらい好きならいいけどうんええー、これもねあんま推奨しないけどアンモニア水溶液の匂いが好きです本当に言ってる いやあの実験とかで使うやつだよねあのアンモニアが入ってる激臭って言われるやつだよねそれが好きなの珍しいねお父さんにお父さんにチャーハンに納豆入れられますなだとお父さんとチャーハンが <laughs> 納豆持ってくるの <laughs> お父さんがチャーハンにでしょ お父さんにチャーハン2だったらチャーハン君がこうやって来ないといけないからさ <laughs> <laughs> それは違うでしょってお父さんがチャーハン2でしょうそれも珍しいけどねうん気持ち悪くなるいやそうだよだってアンモニアなんてこうやったかきなさいって言われるんだからでも俺一回それでそのまんま水曜日今日て吸ってってなったことありますよね一回ねうんあれはあれは激臭って言われるものの納得でした えー、茹でただけの味付けしてないパスタが好きえそれアーリーオーリオとかでもないってことだもんね酢パスタってことだもんねんこういうのもなんだけど味気なくないねええス酢パスタ好きな人いるんだあんな冷蔵庫の中の匂い大好きあまあまあわかる分かる分かる,分かる塩のみ あーまあまあまあうまいかもねああ塩ゆでしたスパスタああまあ塩っ気はあるかそはうまいな確かになうんお風呂入ったら絶対くしゃみ出ない絶対出ないうんだって鼻潤うし出ないかなうんあパスタが結構共感得られてますね皆さんからへえあそうですか パスタ揚げたやつ好き分かる <laughs> 分かるあのお祭りとかで売ってるやつでしょあのパリッパリのあの思いっきりグッてやったらなんか歯茎に刺さっちまいそうなぐらい勝手やつねあれうまいよね分かる分かる、うん、お風呂入るまでに4時間かからない夜が開けてしまうってそんな,なん心構え作るのに時間かかりすぎじゃないお風呂ごときでそうめん茹でないで食べる食べないよ <laughs> え？嘘でしょへえさあ次これもまたマジかと思ったんだけどえ桃、ー、味のこんにゃくゼリーに味噌つけて食べるどういうことねだからそのメロンとマヨネーズみたいな感じでさ何やってんの本当にどうしてそのつけようと思ったのそもそも こんにゃくゼリーにその味噌をペッて塗ってみようかなって思った瞬間を教えてほしい味考えらんないもんだってなさすぎるだろそれはねえコメント欄もびっくりしてるわみんな <laughs> えどういうことっつってるみんな桃もも味噌だ聞いたことないよ麦味噌とか赤白は聞いたことあるけど桃もも味噌は聞いたことないようん 発想がすごいね確かに味噌田楽田楽だっけあのー、あれねああいう系の味噌ならわかるよわかんないわかんないわかんない <laughs> かんないけどちょ頭の中の味噌がもう味噌汁に入れる味噌だったからだあのつけてみる味噌みたいなやつだったらまあまあ確かにまあギリ、うん、ギリかわからんやってみたくもないなえー次お寿司は醤油をつけずわさびだけで食べます えー、えー、多少欲しくないしょっぱさえー、なんか相当いいお店とかこちら醤油つけないで食べてくださいみたいなそういうところに行ってるわけでもないもんね別にねベースそれってことでしょええー、知らんなそんな人は聞いたことないな俺はなあフォローありがとうなんか今日すげえフォローされるんだけどジント君この米見えてるの見えてますよ わさびだけすごいね本当にねはガリと一緒に食べるよあえ魚の味するガリと一緒に食べてえマジかネタとシャリの間に醤油つけて食べるの珍しいそこまでこだわってつけたことがないから珍しいです醤油ありきの寿司ではまあ一概にそうとも言いづらいけどその説はあるよね 東京の醤油辛くない辛いだ九州の醤油が甘いんだけどねうまいよねうんうんうんネタの味飛ばないあああれねはいはいはいお寿司って途中からシャリいらなくならない <laughs> うんそうお腹いっぱいって言うんだよそれをそのお腹いっぱいになってもネタは食べたいじゃないんだよシャリがいらなくなってきた頃にもうそれはお腹いっぱいというか心いっぱいってことだからね うん、サーモン好きあよかったね充電50%で充電ないって焦ってる私だけですかいやでも俺あるな充電50下回ったら割と割とだなうん割とだと思うそうだみんなにこれって私だけっていうのをちゃんと途中からか人だけ人にも分かるようにしないとじゃ あれはいさあ次いい、yeah. えどんぐらい言ったんだろう今あともう15分しかないんだけどパンパンやねあ全然あるわ全然あるわ音量ゼロにしてジントくんが何言ってるか分かんないけどコメ欄からお寿司の話してることは分かるあ <laughs> 正解正解正解大正解ピンポンピンポンジントくんのほくろ触りたいダメです 絶対にダメですでもね50下回ったら俺も焦るわうんでこっからちょっとあの共感しがたいというかあの共感しがたかったんですけどあのえー、これって私だけ嫌いな人と仲良くして笑顔で侮辱するやめときなやめときなそんなことすんの <laughs> なんか逆に根性座ってるよそこまでメンタル使えないもん俺 <laughs> 聞いたことない聞いたことないそんな <laughs> 本当に <laughs> やめときな <laughs> 本当になんか関わらないのが一番だよ心のメンタル的に、うん、心のメンタルは同じことは2回言ってるメンタル、えー「バイキングでお皿がマス目だと絶対に全部埋めたくなります」うーん別埋めたくはならないから君だけだねなんで埋めたくなるんだろうまあでもマス目の方がありがたいよねあの丸皿よりも。 だってマス目の皿だったらさお盆とかあってもさちゃんと載せられるやんで丸も載せれるじゃんで丸だけだったらもう丸丸丸でさ3品ぐらいしか載せられなくなるからさまあマス目の方がありがたいよね埋めたくなるよあなるんだ俺普通になんか3つとかだけ使ったりするけどねうんあんまマス目だから1個食べたい時とかでかいからこう持ち上げられないしねちょっと大変 だからマス目のデメリットもあるけどマス目の方が好きではあるえー、これちょっとよく分かんないねシャンプーの詰め替え目つぶったままでできるかチャレンジ何を日常生活でそのチャレンジ要素を含めてるんだろうねシャンプーの詰め替えは絶対凝視するけどねもうなんならそのこうこう持ってこっからこの入れるこっからこうだけどねでもうそっから その、ちゃんとこう、こぼれないように、縁に、この入り口の縁につかないように、すげえ集中するけどね、詰め替え俺。うん。まあ楽しそうだよね、人生はね。いいと思います。えー、誰と言ってもカラオケの時採点入れちゃうのは私だけあ、ごめんなさい、僕もです。僕もですね。でもさ、まあ僕は割と、あの、 言うて人とカラオケに行かないからあれなんだけどあのー、割と一人で行く時も絶対に採点を入れますねあとなんかなんかいるよね採点のバー見れた方が音取れるっていう人まあこのこれがあるからだろうねこの差がだからまあまあ確かにって思うけどなんか入れたくなるよねだしあの点数の時あの演奏中心バ,ババババって押すけどね俺 <laughs> あのー こんなんかめっちゃ気持ちよくだってそれでなんか80点なんか85とか出されたら <laughs> 信じらんないからもう絶対に採点もう演奏中止演奏中止をもう連打連打連打で、ね、何なら電目遅いから一回確認入るからもうあの本体の方バ,バババってやるけどね僕ねうん <laughs> 友達と1行ずつ歌ういいね楽しいねそんなんやりたいね飛ばすのは多分みんな <laughs> そうなんだ85は喜べやっぱ90点台以上狙いたいじゃないですかやっぱテストとかもそうだけど歌うまくなる方法教えてえん何だろうねあれだと思うよ自分の声を好きになっ ることがまず大前提で好きになったらもっとここよくした方がいいなってことがなってまあその歌うことがまず楽しくないとそのじゃあ次ここを修正しようとも思わないからやっぱ好きこそものの上手なれですわなうんさあ次もうなんでこれは生卵を食べたらジントくんを思い浮かべるのは私だけダメだだけだよ多分な,なんであとそのそもそも生卵を食べる機会も少ないしね 生卵を食べるってどういういことその卵かけご飯とかだったら卵かけご飯って書くもんね生卵だけをこうなんですかねジョッキとかに入れるんですかねこうジョッキとかに入れてこう,こうするんですかねあと僕のことをその生卵を見て思い出さないでいただきたいんですけどうん黄色いからかな黄色いか黄色いかいや黄色くないだろあれオレンジだろあれ <laughs> うん みんななストーリーリの意味分かってなかったっってたぽいねもうみんなその僕が新しい靴を買ったっていうので上に書いてたと思うんですけどその新しい靴を買ったので、えー、その、えー、なんだっけそれだけで世界が違って見えたって書いてたのみんな分かってなかったね意外と。 ミスチルの歌詞みたいなことを言わんでくださいっていうコメントがやっと唯一1個あってああと思ってあー知らなかったんだと思ってあれですよ信長コンセルトの「足音ビーストロング」っていうミスチルの歌ですよ聞いてめっちゃう雅だからあれもう胸グーってくるから超感動しますよあれうん え口、ー、内炎ができたらグリーンピースを食べる治り早いよマジこれ耳寄りだよこれあの口内炎できてる方はぜひ食べてくださいグリーンピースえー、母のことをママチ祖母のことをバーコ祖父のことをジーコと呼ぶハハハハハハえそれって そうやって、祖父がジーコなんじゃなくて。もうそれ祖父がジーコだから、じゃあまあ、祖母もまあバーコでいいか、みたいな。で、お母さんのことはなんでママチなのか分からんけど、祖父のことジーコめっちゃおもろいな <laughs>。いや、ちょっと、これコメント欄、僕一人でずっと、あの、質問探してて、一人で俺、部屋で、 ははっはって、笑っちゃいましたね、これね。うん、ジーコは、おもろいな。だいたいジージーとかさ、うん、ね。おじいちゃんとかだけど。ジーコは聞いたことない <laughs> そ。誰が呼び始めたの、それは。は <laughs> っいていててて。いていててて。ろっついた六個ついた。は <laughs> <laughs> 私の親戚おばあちゃんのことおじこって呼んでる。<laughs> どういうこと <laughs> どっちおばあちゃんのことおじこ意味わからんやろ。 テンション上がっちゃいましたね <laughs> インスタってこのテンションの方がいいらしいですからねおしゃれにえー、これはハートフル急いでいきますね <laughs> 結構あるんで <laughs> あ名前が浩二なのあこの人本人本人じゃねえわ <laughs> え<ー笑> <laughs> おじこおもろい<笑><笑>え次これハートフルえー、何歳になっても扇風機があると「我々は宇宙人だ」って言っちゃうこれって私だけかわいいですねもういいですやりなさい一生やってなさいそれはかわいらしいですもはやねうんええー、これちょっとわかるんだよねうんええー、ペットボトルでも缶でも少し残してしまうのは私だけですか なんかちょっとわかるここに俺ペットおったらあちょっと残ってるわちょっと残るよねわかる超わかるいや本当にミリーなのよ多分こうやった時にここのこのくぼみのここの部分なんだろうねここだけ残っちゃうんだろうねそれわかるわわかるわかるいい共感ですねこれはえー、これはまあ聞き間違い系だねうん えー、残さないでほしいあちゃんとあのシンク捨ててますんで、はいえー、これはまあまあ,あの言い間違いというか聞き間違いね、うん、女性専用車両のことを女性専領車両とずっと思っていたこと、まあ、そうあなただけですけどねうんそうあなただけですけど女性専領車両はなんか急に聞,き聞いた感じすごい嫌な聞き心地というかねうんうんうん <laughs> 専用車両ですからねえあらかじめ起きる前にああらかじめ起きる前の時間に何回か目覚ましセットして徐々に起きるそれ絶対起きれない人の特徴だっていや本当に起きる俺とかはもう短期一発うん <laughs> 言い方おかしいけど短期一発マジでもうその時間になったらパッて起きる危機感を持つ もうそれしか起きるる方法ないと思ってる俺はなんかいっぱいかける人こそ全然起きれない印象があるねあがくッこんばんはそれで二度寝、ね、したことあるそうなんよだってさカウントダウンできるわけないじゃん頭の中ではいこれ3つ目これ2つ目これ1個目で次で起きるぞなんて絶対途中でバグるでしょだって絶対起きれないよ大事な日 えー、これはなんか申し訳ないというかまあまあまあなんか申し訳なさがあるなっていうのはあるんですけど、えー、佐野陣だ佐野隼人と吉田陣とが引来した日は面接全落ちしなかった日の面接は受かったたたまたまですよね <laughs> たまたまですよ <laughs> そんな <laughs> ごごなんかごめんやってそれはたまたま日が重なっただけじゃないうんね、うん や何、ね、かその悪いゲンカ好きみたいなちゃうけえー、人の匂いとか食べ物とか何でも匂ってしまう癖があります直したいですワンちゃんですねうん是非ねこの方のお友達はワンちゃんと呼んであげてくださいねうんえー、パン屋さんに行くと必ず3000円以上お買い上げしてしまいます同じ人いるのかないないと思うよパン屋ってだたい500円ぐらいだからね5600円で 住む、朝食おしゃれうまいが凝縮されたのがパン屋だからね3000円以上買うって何あーあれかいでっかい食パンとか買ってるでっかい食パン3つとか買ってる大体あの1000円ぐらいするさいろんな店舗ある鬼あの鬼のように流行ったあれとかなのかな僕は絶対に5600円で終わりますね ばあちゃん家行くと夏を感じる青春だねいいねパン2個買えないよ500円だと買える買える買えるえ買えるよえメロンパンとかなんか2つ買っても俺150円150円300円飲み物買ってコーヒーとかだから150円とか絶対絶対買える絶対買えるみんななんかいいいいところ通ってらっしゃるんですねなんか 見たことない俺パン屋さんでそんな500円で2つ買えないとか買えないよええ、最近の高いああそうですかいええ、何パン好きもう僕はもう本当にメロンパン一択ですねやばい時間がないこれマジで意味わからんからねえアメリカンドッグの周りの皮を外して先に中身から食べるの私だけですか醍醐味そのこうサクッフワジューシー これがアメリカンドッグの売りなのね先に作を取っちゃったらもう訳分からんくなるそれはじゃあソーセージ食えやーってなるしだってうんねええー、こちら、えー、美術の作品とか途中までうまくできるのに何回もして自分の満足いくものが作れたことないわか,かるわかるわめっちゃわかる なんかさあいけるなって思ってからのムーブがめっちゃ下手なんだよねだ本当にうまく作れる人はめっちゃすごいなって思いますこれめっちゃわかるわさあということで、えー、30分、えー、スーパー駆け足でねやりましたけれどもこれって私だけ結構面白かったんですよねうんどうしようかな5分ぐらい延長しようかなちょっとこっからコメントでも呼ぼうかなちょっとね皆さん俊太君来たの うん、吉田さん書こうと思ってたらいつの間にかになってた本当にやばいですね本当にあれですねちょっとボクシングですね本当に想像通りにいかないいかないよね本当になんかそこが転機になることもあるんだけどねたまたまほぼないですね僕はね企画考える天才なんちゃうああ こ,のこれって私だけなんかそうちょっとそう言っていただけて嬉しいですけどぜひちょっとまたこういうのを募集したいなと思ってますね吉田さん黒髪に戻す予定はもうありますかって聞かれたので断言します絶対にない今のところ本当にないマジでないみじんもないだってさこの数年よ多分茶髪を全エンジョイできるの 黒髪はだってそっから一生黒髪の方がいいもんだってかっこいいそ今は茶髪の方が若い感じで似合うかなと思ってるからそっちにしてます、はい、もう絶対に黒髪にはしない宣言するここに <laughs> そ真っ黒とかはしないね、うん、暗くはするかもしれないよそれこそほら前やった <laughs> アッシュグレーとか、うん、グレーとかそのダーク うん、黒目な青青なんかちょっとさとかはあるけど、うんまあ、ハイトーンが今はすべきかなと思います僕はもうなんかめちゃくちゃ聞かれるんですよでたくさん皆さんこう疑問に思ってるのかなそのたくさんこう聞かれて毎回それに「すいません」ってもう僕は「そうですね最近はないんですもう黒髪にする気は」っていうのは。 もうちょっと大変なので皆さん的にはやっぱ質問できる機会をその黒髪に当ててしまうのは申し訳ないなって思うのでもう宣言します僕は当分黒髪にする予定はございませんもう明るい方で行きたいです僕はうんジント君の白髪みたい50年後超え金髪好きですよかった坊主にしようなんで訳分からん焼きそばに納豆入れるの私だけですかえっあなただけあなただけえ そういう B 級グルメあんのかなわからんけど昨日春く君の引来で方言の話してたよねあれ昨日だっけ昨日だそうそうそうやってましたやってましたねえ髪の毛切る予定は切った切った切ったえ切った切った切っためっちゃ切っためっちゃ切ったねえねえねえ気づいてない気づいてないねえ めっちゃ切ったんだけど練乳そのまま飲むの私だけ本当やめなマジで血糖値上がりすぎるから体調悪い時は納豆巻きしか食べれませんええー、珍しい珍しいねジント君よくお目目パッチリするよねこれのこと目がねびっくりした時に目の開き具合だからえっって思う時はこうだし えって思う時はこうだしちょっと目,目に出ますね僕はねうんもっと切ろうなんでーもっと切ったら大変なことになるってさあということであと50センチぐらい切って、うん、ここら辺まで切れるもうなんかそのこうこうなってこう毛根とかじゃなくてもう頭蓋骨までいっちゃう50センチだったらということで本日もご視聴ありがとうございましたまた定期的にねインスタライブやりますしまあなんかたくさん拡散とかうーん なんか拡散うん手段は選ばないその拡散の拡散 <laughs> 拡散の手段方法はあの皆さんにお任せするんですけど、うん、拡散していただいたりとかしてね、うん、お願いします「猛根欲しい」あるでしょさあまたやるからあ一番口佐野さにあげたあのねあの報告したらねまあそれかって言われました <laughs> いや僕もそれかって思ってたんでああそれかうんそうだよねそれだよねと思ってあげてませんさあということでこの後はキラリに方で配信しますまたなんかストーリーで来たい人はなんか初めて見る人はキラリの方で飛んでみてくださいじゃあまたありがとうございましたさよならジントくんの鼻ください絶対あげるか